結論から言ってしまえばですね、人生において全ての一人の人間が成したことって、その本人の力は1ミリも関与してないんですよ。皆さんの中で例えば自分のこの持ってる肉体の中で、この部分は自分で作ったものだと言えるものを持ってる方はいらっしゃいますかね。実はこの右腕は原材料から筋肉も骨も血管も神経も自分で作ったものなんですよっていうようないないですよね。ましてや意識をゼロから組み立てたなんていう人もまたいませんよね。自分の親も兄弟姉妹も家も国も時代も選んで生まれたっていう方は一人もいないと思います。パラマハンサ・ヨガナンダっていうビートルズやスティーブ・ジョブズが敬愛した聖者がいて、でヨガナンダには自分を選んで生まれてきたっていう記憶や前世の記憶があったそうなんですけど、それでもその自分を選ぶに至ったそもそもの意識や自我を作ったものや前世の記憶を作ったものもヨガナンダ自身ではなく、全ては授かり受けたものですよね。生まれ持った能力や得て増えてもいやおうなく宿命的に授けられた要素で、同じように多種多様な宿命を背負った人間たちがごった返すこの世界に生を受けて、自分という人間の能力や好き嫌いや得て増えての中で日々の肉体的欲求や選択を繰り返しながら、周囲の人間との関わり合いの中で初めからそこに息づいていた文化や自然や人工物との関わり合いの中で、皆さんはここまでの人生を歩んでこられたんですよね。ここまでの中で自分の力で成した何かってね、何か一つでもありましたでしょうか。ないと思うんですよね。なので世襲の富と権力で横柄さをこう発揮する権力者たちはもちろんのこと、こんなこと言ったら怒られちゃいそうですけど、イエスもブッダもそうですし、イチローもマイケル・ジョーダンも山本太郎も、僕にとって本当は偉人っていうものは存在しませんし、その逆の愚人もまた本当はいないんですよね。こんな日本にしてしまった今だけ金だけ自分だけの人々も、縁起のままにこれまでの人生を、ね、歩まざるを得なかったっていうだけのことで、だからといってその人々を許そうとか、糾弾をやめようと言いたいわけではなく、その事実を踏まえた上で憤るなら、冷静に青白い炎のままに静かに起こることができる、燃え盛る激しい怒りによって自分を火傷させたり、傷つけることがないんですよ。激しい怒りは、しかもその怒りが届きにくい相手となると、自分だけをただただ傷つけてしまいますし、そういう怒りは燃え尽きるまでが早いですからね。持続的に静かな怒りを保ち続けなければならない政治の世界にあって、燃え尽きてしまってはダメなんですよね。この世のこういった自分以外のものとの関係性の中でしか成り立たない根源的な仕組みのことをブッダは縁起っていうふうに呼びました。この世のすべての現象は縁によってのみ起こることができるというわけですね。ここで言う現象は MMT で言うところのお金の仕組み、信用創造の仕組みと同じなんですよ。貸す側と借りる側の間、相対関係の中でしかお金は生まれ得ない。
政府は自分で貸借関係の両者を担って自分でお金を新しく創造することができます。この世のあらゆる現象もまた自分と他人、自分と物、自分と心、自分と頭でイメージできる全ての概念との相対関係の中でのみしか現象っていうものは生まれ得ないんですよね。じゃあ何がどんな原動力でもってそんな停止することのないポケットがないビリヤードのような縁起の世界をたゆまず動かしているのか。玉と玉とはぶつかり合い続けることができるのか。それがボリューム123から125でお話しした、神の自己愛としか言語化しようがない何かなんですよね。量子力学がこの世には人間の知覚能力では認識できない領域があることを証明したように、それは人間の五感や頭脳を超えてしまった領域なんですよね。けれども僕は人間としてこうしてここに存在してますから、好き嫌いはありますし、苦楽を感じることだってありますし、物事に優劣を見たりすることもあります。正解と不正解を見ますし、肉体的欲求だってあります。肉体をもってこのリアル人生ゲームのただ中に存在している限り、肉体がオートマチックに世界に境界線を引いてしまうようにできてしまっている。これは全ての人間が逃れようがない宿命なんですよね。けれども縁起の視点を感受しながらも通常の人間生活を送ることは、だからこその苦労がある一方で、人生に多角的な視点と豊かな奥行きをもたらしてくれます。 MMT が縁起の視点で、主流経済学が通常の人間生活の視点であるとするなら、精神世界の視点においては必ずしも MMT が正しいことになるわけではなく、害悪になってしまうこともあるんですよ。例えば無差別殺人によって命を落とした子どもの両親に、まだ事件からそんなに日数も経っていない段階で、この世には究極的には善も悪もなく生も死もないんです、犯人がそうすることは犯人が生まれる前から決まっていて、犯人は縁起の相互作用のままにそうせざるを得なかっただけなんです、なんてなんていうことを言っていいはずもなく、どんな視点の言葉をかけるべきか、あるいは何も言葉をかけるべきではないのか、ひたすらに両親の悲しみを受け止め続けるのか、そのことは相手との対話の中でケースバイケースで導き出していくべきもので、縁起の視点と通常の人間生活の視点とはその時その時で使い分けるべきものなんですよね。僕はこの縁起の視点を一の世界と呼んで、で通常の人間生活の視点を二の世界っていうふうに呼んで、そして神の自己愛の知覚不可能領域をゼロの世界っていうふうに呼んできました。一の意識、二の意識、ゼロの意識っていうふうに言ってもいいかもしれませんね。詳しくはもしよければボリューム3から16の動画が詳しいです。この1の世界2の世界は経済のお話にもなぞらえることができてですね、2の世界が家計や企業のミクロ経済であるなら、1の世界は国家規模のマクロ経済に例えることができて、この前に杉村太蔵元衆議院議員がサンデージャポンで、公務員や年金をもらっている人たちにまで1人10万円を渡すっていうのはこれどうなのよと、
本当に困ってる人に手厚くやるべきだっていうのが私の考えですっていうような主張をされて、国民全員に一律で同額を給付することに異議を唱えたっていう、この件に賛同する声がネットを徘徊するとすごく多いんですよ。まだそんな感覚を持った人がこう多数派なんだなっていうことに僕はとても驚きました。本当に困ってる人とそうでない人の線引きなんてしてたら何ヶ月かかるかわからないっていうことが一つと、仮に公務員と年金受給者にはお金を配らないことにしたとすると、それは巡り巡って自分の所得を減らすことと同じなんですよ。一の世界は縁起の世界ですから、国内の労働者において政府の新規国債発行によって他人が所得を増やして消費できるお金が増えることは、巡り巡って自分の所得や消費できるお金も、増えるっていうことと同じことなんですよね。国民が労働して給与を得る実体経済をめぐるお金の総額を増やせば増やすほどに、消費や所得に対する減税をすればするほどに、日本国の全ての労働者はその金額の分だけ所得が増えるわけです。 R 大なり G の側であいつはもらいすぎだとか、公務員を優遇するな、公務員を増やすなとか、こうひがみ合ったり足を引っ張り合う行為っていうものは自分の首を絞めることと同じなんですよね。感染者が飲食店に入っていった報道なんかがいい例ですけど、国民同士を争わせる報道っていうものは全て現政権の防御壁ですから、杉村太蔵さんのような一律給付を否定するような論調には皆さんどうか流されないように気をつけてくださいね。数日前の百田直樹さんの生活保護の人に給付金を出すのは反対という論調も、自粛派と反自粛派とで石を投げ合うように仕向けられた論調もまた現政権の理になる行動であることを忘れないでください。はい、それではこんなところで映画21世紀の資本についてのお話は終わりにしたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。